海流は春馬、春の馬とか言って、そういう新しくできた、それもまだ新芽のうちの若木なんです。で、それをちょっと高いんですけども、今はその代わりに、まあ、付加価値としてレシピをつけたなんかしましてね、そしてこういう食べ方でしゃぶしゃぶにして、こういう馬いいですよとかで、そういう感じで出しましてね、柿が普通の何よりも早く成長した。貝殻は小さいんです。普通は3年って言われるんです。それが1年で長身がびっちりなんです。だから、表品として出せるくらいにはなっているんですね。柿小屋で始めたんです。やっとこの間の土日とやりましたけども、土曜日にオープンしまして、そして日曜日なんかは満杯で、そういう、こう状況、何にも入れないでただ蒸すんです。で、カラカラの何が水で、塩水だけで飲む。で、もうしょっぱいかなと思いましたら、そうでもないんですね。で、とても美味しかったですけどね。今、送って、結構喜ばれて、毎日電話が忙しいんです。なるほど。ありがとうございます。そういう、こう状況で、これからは、もっとこう、なんですね、どんどん一歩一歩なんですよね。一歩進めば次の何が見えてくるんですよ。それをこう やらないからどこまでもどこまでも停滞したままなんですよ、うん、一気になんか絶対的一個ないんです、うん、だから一歩進んだったら次そこのとこ見ると、まあ、次の何がこういうのことがいいんじゃないかということを見えてくると思うんですよ、まあ、そういう方法で、まあ、この私らの復興支援協会では次も起こしていくんです。まあ、そんなこう感覚で私は次々と、まあ、次のものをこう見据えてやっていくと。で、漁業者はとにかくなんですね、自分たちで人から手を借りなくても食べていける前のくらい。でもやることは前と同じだったら前より逮捕するんです。前よりも大きくやんなさいと。そうすればそれで少し引っ込めたのでちょうどくらいになるからって、私はそういうふうに言います、うん、そうじゃないと絶対マイナスになって、だからそういうこうあなたたちが生活が立つようになる、自力で立つようになる、それが本当の復興だからっていうふうに私はまあ話をしてるんですけどね。